よく言うじゃん、あのお金がなくてさ、うん、バン一つ買ってさ、車のバンね、うん、バンを買ってメンバー4人乗ってさ、ライブツアー回るみたいな、うん、で車中泊するみたいな、やってたって、うん、なんかどっかの水道を借りてさ、シャワー、そう、あ、ライブハウスの水道を借りてシャワーを浴びるのそれ結構若いよね。会いたいの耳やっぱだって違う違う違う、耳に置いただけこれも治ったし、うん、でこうやってとかうるあのビリビリしたのか、耳の毛を触ってんの癖やね、癖、うん、その、あの、面白いよね、その20代の頃のさ、売れないバンドのさ、うん、そうそうそう、売れないバンドをやりたかったのよ、話面白いよね、うん、本当に食べる、これ食べていいよ、ありがとう、うん、面白いくらい絵に描いたような売れないバンドやってたから、うん、なかなか、うん、車中泊もできないけど、うん、あのそのライブハウスの水道、外の水道を借りてさ、うん、水浴びしてたっていう話面白いねその水浴びするため の、うん、あの外にさ、シャワー付きのホースあるじゃん、シャーってやるやつ、うん、あれは買うの水浴びのホース買うんだそれ買う金はあるのね、うんうん、それ買うんだったらさ、うん、一晩泊まりゃいいじゃんみたいな、それだって1500円ぐらいするんだからさ、うん、サウナ一回泊まりゃいいじゃんみたいな話なんだけど、まあ、それが楽しいんだろうね、楽しいんだったんだろうね、うん、だから全部本州はさ、ほとんど行ったんだよ、いいよね、秋田、盛岡、うん、仙台、うん、宮城は仙台だ、なんかそういうとこもね、うん、で、大阪行って、静岡行って、長野行って、石川行って富山行ってって、うん、行ったけど、行くところ先々で、うん、マックかコンビニ切なって思うけど、それが楽しかったんだろうね、いや楽しくない俺はその都度その都度そこの美味しいもの食べたかったけど、あ、そういう価値観っていうか、そういうあのそうそうそうグループにいたからか、そういうのにお金を使いたくない人たちだったから、うん、まあ、学生の時とかもお金なかったしね、でも今思えばそれが思い出話になるから、うん、面白いね、それはそれでね、うん、武勇伝じゃないけど、うん、俺の若い頃はなみたいな話になるわけよ、うん、最初に確かに何事もマイナスだった、うん、その時は苦労した話も後になれば、うんうん、なるけど戻りたくはないわな、いや今車中泊とかさできないよね、男5人で一軒家住んでたし、それもすごいよね、いやじゃあ家賃ただぐらいじゃん、ちょちょちょ、でも西新宿の西落合、うん、の一軒家を借りてたから、うん、家賃が25万ぐらいするの、高くねで5人で住んだら1人5万でしょ、5万でさ、うん、共同生活するんだったらさ、うん、5万でアパート借りれるよ、ね、そういうとこがねちょっとねやっぱり共同したかったんだね、そう、共同生活して貧乏は嫌だったの、うん、共同生活をするけど楽しく過ごしたかったから、うん、築年数の浅い一軒家を借りて、うん、駐車場付きで、あ、駐車場付いてるのは都会では大きいですよね、確かに西新宿だからさ、うん、ライブハウスとかさ、うん、新宿、渋谷、うん、どこでも行きやすいじゃん、うん、確かに終電なくなっても帰れる、そうそうそう、タクシーで、まあ、2,3 千円で帰ってくれる、そうだね、っていうのもやってたよ、なるほど、うん、やってたけどもう二度と戻りたくはないもう今となればね、今となれば思い出話だし、面白いもんね、ちょっとネタになるじゃん、うん、その頃はそれがうまくいくと思ってた、うん、そうやってあのみんなと共同で生活してうまくやっていける自分だと思ってた、人嫌いなのに、うん、今は思えば人嫌いなんだけど、人嫌いというか人が苦手の、共同生活とか絶対無理なタイプだよね、そうだね、うん、よく頑張ってたね、何年ぐらいしてたのそれ、2年ぐらい経って、立て壊しになったのよ、ああ
なんかいつも立て壊しになるってこと言ってたね。大家さんがその土地をね、うん、他の不動産屋に売っちゃったのよ、うん、っていうことで取り壊しで新しい建物が建つから契約中ですけど、うん、いくらいくら払えますんで、うん、出てってくださいって立ち退きになって、うん、まあ、それが結構いい金額もらえるのよ。出ないね、そっか、うん、で、引っ越しして、うん、ストラト1本買ったと。よかったね、うん、そこでやっぱギターがあるね。やっぱギターは買うね、うん。